ただいまは深夜の1時ぐらいですね。いや、マジでカツカツなんですけど、頑張って取り溜めしていこうと思います。今回はえー と、来心士ですね。まあ、みんなが大好き来心士のミッドレーンでの運用です。まあ、正直な話、来心士に関しては、もう敵のリコールですね。を妨害するのに命をかける状況で、まあ、かつ、早いファームを生かして、しっかりと、他のレーンに寄ってあげるということさえ心がけておけば、以上ですね。まあ、ただ、しかし、上手い雷心誌ほど2隻の偏差打ちがぶっ刺さりますので、しっかりと2隻の偏差打ち、まあ、当てれる自信があれば、1、2、ウルト。1、ウルト2でもいいですけど、まあ、 まあ本来であれば、ニスキーをヒット判定を見てから投げた方がいいんですが、そうするとちょっと刺さりづらくなりますので1、1、3、2ですね。が一番プロの回し方にはなると思います。まあ、開幕は、うちの構成は結構真面目ですね。トラキ、サポ、タマコ、ジャングルえ、ジョーガが追い散らされてます、ね。ジョーガトップに9度中、キ、え、ュートチューン、マークスマンです。相手が5条をえ、ナタ、ライオン、 金閣、項目点。項目トップは珍しい。まあ、ボットか。MM 項目ですね。まあ、りかし構成としては柔らかいですが、まあ、ちょっとインベードしてますので、まあ、妨害しによってますね。トラキもこっちに来てくれてますので、ここは一発と、まあ、2、1、ですね。で、まあ、5条も来てますが、トラキも寄ってくれてる状態で、数は3、4ですね。ただ、トラキがここで1隙をきれいに決めた。1投げ、2投げます。 これですね。さっき言ったやつですね。1投げてから2投げるっていうね。当てれ,当てれる自信があるんであれば、今の投げ方をした方が確実にダメージは稼げますが、ちょいと数が多いですね。まあ、ここはおとなしく撤退を選びながら、まあサポートが最近結構こういう形でトップガンク警戒かつアオバフ警戒でちょこちょこしに来ることが結構ありますので、まあ安易に相手のジャングルインベイドした時にしゃぶられるかもしれませんので、そこは注意してください。 あと、ま、来心誌、私別にプロではないので、さほど解説することがないですが、ま、タワーもタケ取ってくれますし、えミニオンも電波しますので、結構に好きですね。あの、ウェーブミニオンが流れてる時に、うまく活用して投げてあげると、ま、スタンチェインしてくれて、使い勝手がいいかなというところですね。あとは集団戦必ず、え無駄打ちしず当てようというところぐらいです。あとはマップぐるぐる見回しながら、ヘレスガローでリコールしそうなやつがいたら、えしっかりと。 ウルトブッパーしてニコール妨害をしてあげる。また今回こういう状況みたいな時、見えない敵が多い時はまあウルトですね、を打ってあげて、まあ、チェックですね、押してあげるとかっていうところと、まあ、かつ、えー、撃った瞬間敵にダメージが入らなければ視界は取れませんが、起きて雷が落ちる瞬間のエフェクトは見えますので、まあ、特にミットのドーナッツ付近だったりとか、はたまたサイドブッシュですね、をチェックする際はウルトで、えー、撃ってもいいと思います。うーん、一通り喋ったかな まあ多分大体これぐらいだと思いますが、まあ今もリコール5条しようとしましたので、とりあえずウルトで妨害ですね。で、味方がしゃがってますので、ここも妨害しながら味方寄り待ちですね。で、まあしっかりと間に合いましたので、まあ、サイレントからの、まあ、これを間に合いますね多分。まさか俺しっかりと決めるオッケー、危ねえ。 みたいな感じで、まあ、リコールしようと暴れている奴に対して妨害をしながら、まあ、味方の援軍を待って、しっかりとガンク一緒に行って刺すというような形ですね。なかなかソロキルするには難しいキャラクターですので、まあ、とは言ってもできないわけではないですね。スローよえー、南極ステッキを作ってしまえば、割かし結構スローが重いですので、まあ、そういう時は、えー、ソロキルいけると思います。もうこれは多分くれるって勝手な解釈の元とす取りに行きましたね。まあ、卵なんでね、いらないっちゃいらないですが、まあ、2周目早めに取ってあげる、取ってしまうと、まあ、ジャングルの、 え、レベリングがしんどくなっちゃうので、あまり、あの、早めなスティールは良くないと思います。まあ、やってますけど。えー、っと、まあ、特別、こういう場合のライシ雷神で特別決まった形回りというのはないですが、まあ、強いていえばここの、今のこの歩いてるゾーンですね。ライオンはここ、バンコンで落とされますので、あの茂みから、え、2、1で行かれちゃいますので、ここは結構注意してください。 まあこういう時はしっかりと1に巻点て2ですね。で、ハラスをしていくような感じです。上の上が来てますし、トラキも来てますので、無理くり当たってあげるという状況で、上ーがバカ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 というところで、しっかりと2を投げ1ですね。で、撤収というような形の立ち回りを延々と繰り返すだけですね。 ま下からナタが来てますので、これ見えてますが、まあ、とりあえず2隻分投げて1隻ですね。まあ、ウェーブ処理、やはり圧倒的に速いキャラクターですので、すげえおすすめですね。これ間に合うかビビダメですね。まあ、ちょっとギリギリまで待ちすぎましたね。もうちょっと早めに打てばよかったっす。 まあ、とは言っても、序盤はやはり、来ー心心なかなかえー魔力がないですので、ウルトレスっぽ抜くのは厳しいですが、まあ、ある程度1個ぐらい装備ができてしまえば、ウルトレ抜くのは余裕ですね。かつ、まあ、やはりウェーブ処理のためにスキル分回ししますので、まあ、その点から考えるなら私は比較的ハットが好きですね。まあ、というのもクールダウンが来ますので、スケート靴ハットプラスクールダウン10%で40%獲得できますので、まあ、イメージ地獄店と同じようなクールダウンのビルドがやはりいいですね。 まあこういうのも偏差打ちしながらしっかりと1スキルを投げてあげるというような形でハラスをしておくとそれだけでダメ取れば勝てます。まあ見てわかる通りかなりローですのでまあタマコちゃんからのぶっ飛びでズドーンですね。うん、ここもタワーですねに当ててあげるような形でスキルを打つと良いでしょう。まあ上でじゃれてますのでここもしっかりと遠距離からパシパシと。ここも位置隙しっかり偏差で当てながらさらに打つと。 いうような形の立ち回りを延々と繰り返す、本当それだけですね。で無理せず前には出ない。まあ、基本味方を背負って後ろからポシポシやってハラスをしておくような状況ですね。ここもしっかりと2スキを当てて1スキと本当に規則もう規則正しいというか、まあ、本当にこのルーティーンのやつを延々と繰り返すだけですね。いきり散らして前に出ちゃダメですね。まあ、そもそもの話ファームが早いですからあのあまり前の敵のあの自分のミッドレーンのカより前ですね。 相手タワー下まで行くことはほぼありませんので、まあ、そういう点からしたら来神者はやりやすいですが敵にいかつい系の攻め系のキャラクター例えばシカリだったりとかクマ、馬というような遠距離からグローバルルードで突っ込んでくるようなキャラクターがいるときは注意してくださいまたここですね味方のトラキが寄ってくれてますのでここはしっかりとするために、まあ、こういう風に位置取りをして味方,、えー、味方のガンクに合わせてあげるような、まあ、ミッドレーンの立ち回りこれも当たり前ですが、まあ、こういう形ですねちょっとした味方がガンクしやすいような状況を作ってあげるっていうのもレーナーの仕事です なんで、まあただ、あからさまに、えー、やるような形はよくはないですが、今みたいに、まあ、方法としては一二つですね、味方が来る方向に体を寄せてあげるっていう形で、まあ、そこに来るやつっていうのもいいですし、はたまた反対側ですね、今であれば、えー、上側ですね、トップレーン側の方に体を寄せて、えー、敵が下側の方に寄せてほうっていう方法もいいんですが、こっちら今言った後者の方だと、敵がその上からガンクされた時死にますので、まあ初心者の場合、基本的には、えー、自分の味方がガンク来る方向に対して寄ってあげるっていうのがいいと思います。 いやフラッシュ出んったやんあのノックバックとか CC 食らうとフラッシュがキャンセルされてしまいますので、まあ、そういう時はちょっと注意してくださいあでは見てわかる通り、まあ、基本的には味方のガンクに合わせて一緒にキルするようなイメージでソロキルする、A、チャンプ4ではないですねでは、まあま、マップをちょいちょいクリクリ見ながらあんま敵と当たってるなとか、まあ、こういう形で見てあげてウルトをタイミングよく打ってあげるような仕事をする っていう立ち回りを心がけて戦っていけば、まあ、割かしそんな大フィードするキャラクターではないですが、まあ、ランクだと結構厳しいところはあるっちゃありますね。ちなみにこの急騰中多分ですけど、これあのー、南極ステッキビルといきそうな組み方してますね。えー、まあその、卵刀、ルリートっていう組み方が、まあ、それくさいですね。この次ぐらいに南極ステッキをおそらく積んでいくような流れだと思いますが。 スキルが序盤持ってますので、まあ、ネタじゃなくて決していけるようなビルドだと思いますねここはま敵の項目来てますので全力でスキルを回します、まあ、見てわかる通りそのミッドレーンですね圧倒的にウェーブ処理が早いですのでウェーブをなすれるというのがまた一つのメリットですね来神志ので、ここも偏差打ちでしっかりと当ててあげるような形です まあそれをするだけでミッドレーンが押し込めては折れますので、まあ、ミッドレーンが折れるとやはり相手のジャングル入りやすくなりますから、なるべく早いタイミングで来進手の場合であればミッドレーンを折ってあげる。ただ自分で AA して折るわけじゃなくて、基本的にはミニオンを流して折るような形ですね。さっきからもほぼほぼ、こういう形でウェーブ流して茂み待ち、敵が来たのに対してぶっ放すっていうのを繰り返しているだけですね。ここもしっかりとやりますので、まあ、チェインさせてあげるような形でウルトもカラウメントという形でキルですね。 もう本当に忠実にこれです。延々とこれするだけですね。偏差1、2、偏差1 2, え、2、偏差2、1、偏差2、1、ウルトみたいなのを延々と繰り返していくだけでバカにならんだダメージが出ますから、来心士かなりイメージが悪いですが、まあ、結構やはりなんだかんだ言って集団性のニスキは優秀ですね。いや、ちょっと怖い。 まあちょっと時間的に項目点の時間だったので、まあ、項目のウルートをぶん投げたら死ぬな死ぬなっていうのも含めて早めなフラッシュですね、まあ、やはりフラッシュケチって死ぬぐらいであればは、まあ、いて死んだ方がいいかと思いますしそもそも来心者無理するキャラクターではないので、まあ、ここもいるのは分かってますので、まあ、しっかりと A21 ウルトていうのを流れるようにかましますそうすることによって敵の位置が見えますので、まあ、下側に3ですね という形でこういう風に処理していきます。まあ、ファームはめちゃくちゃ早いですね。で、クールもマサキータ、まさっき言ったクールダウンビルドにしてますので、まあ、正直5秒、6秒ぐらいで上がってきますから、割りかし結構無駄打ちしてもいいです。ここも2式がぶっ刺さりますね。かつ1でドロ,ロッといくような感じで切るですね。もうほんとこれの繰り返しを延々とするだけですね。まあ、このまま、これ多分 GG じゃねえか、これ。いや、ぶっ刺さりましたね。 あの本当に、来心者はこんな感じでも、偏差打ちですね。とりあえず2隙は直打ちなかなか当たりませんので、段速がめちゃくちゃ速いわけではないので、肩、あー、これからだったのに。まあ、その、やはり偏差打ちですね。とりあえず2偏差して1打つ。で、ウルトチェック。以上、この3つを気をつければ、来心誌は多分いけます。ただ、調子こいちゃいけないので、フラッシュ切る、えー、タイミングは気をつけましょう。多分結構ダメージ出てですよね。40結構出てますね。以上、来心誌の動画でした。 まあ、味方が強かったっていうのもありますし、まあ、いい感じに、あの、ガンク来てくれた時に敵が引っかかってくれたっていうような立ち回りですね。まあ、ただ逆、あれは一つ間違えると、フィードするタイミングにもなってしまいますので、まあ、怖いんであれば、タワー下イモイもすると。ただ、まあ、来進士の場合、はやはりウェーブめっちゃ押すの早いですから、タワー下にイモることはありませんので、まあ、困ったら、もう正直、ジャングルサポートについて一緒に動いて3人でガンクしに行くっていうのが、まあ、無難な立ち回りだと思います。よければ、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは。